はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブ始めていきましょう。なんだ？誰だ？こんにちは。よかった、ちゃんと見つけられて。頑張ってお仕事調整してオフにした甲斐があったよ。どんな人がいるな。君と出会ってから私にとってレジェンド・オブ・アストルムが特別な場所になったんだから。でもあの時は本当にごめんね。すごく迷惑かけちゃって。なあ、あそこにいるのってもしかして。男だ、滅ぼせ。今はプライベートなので。あの、一緒に写真撮ってもらう。嫌です、許されないです。肖像権。宝物にするので。ダメです。こういう時は逃げるよ。ほら早く。待ってよ、のぞみ、逃げないで。お、どっかアイドルなのか。でも現実の世界ではレジェンド・オブ・アストルムみたいに走りっぱなしってわけにもいかないよね。うん、あそこの公園で隠れてやり過ごそっか。ちょっと休みたいし。ちょっと休んでいこう。さすがにちょっと疲れちゃった。どうかな、うまく負けたかな。ん？まだ？ん？なんだ。アキラには逃げられてしまったが、代わりに珍しい相手がいるじゃないか。どうクリスティーナ、なんでここ地の世界に出てきたんだ。ヒット版に狙われでもしたのか。あんたじゃないの？この人、もしかしてクリスティーナ・モーガンさん？君、知り合いなの？そうとも。私がクリスティーナ・モーガンだ。そちらのお嬢ちゃんは見たことがあるな。さっきここの公園に入ってきたよな。本当にノゾミンがいるんだな。うお、興奮してきたぜ。またか。大体の状況は飲み込めたよ。本当？しかし走って逃げるというのはあまりスマートな方法じゃないな。いいだろう。ここはこのクリスティーナさんが一肌脱いでやろうじゃないか。クリスティーナさん。本物がどういう対応を取るべきか。よく見ておくといい。日本の諸君、こんなところでカメラを構えてどうしたんだい。もしかしてこのクリスティーナ・モーガンと写真でも撮りたいのかな。え、なんだ突然って。クリスティーナ・モーガンって言った。え、有名なのかこの世界。友人を訪ねてきたのだがどうも不在のようでね。退屈すぎて誰かとツーショットでも撮りたい気分だったんだ。どうだい、
そこのお嬢さん。だったらツーショットお願いしてもいいですか？ネットにあげたりしないので。なに、遠慮は無用だ。この私とのツーショットだぞ。アップして皆に存分に見せびらかすがいいっす。いいんですか？それじゃ俺もお願いします。すごい、ファンサービスっていう次元じゃなくて、どんどんとファンを作っちゃってる。そうだね。クリスティーナさんが引き付けてくれてる間に。ここまで来れば大丈夫かな。さっきの場所。それにしてもすごかったね。さすが世界のカリスマセレブ。あれが私に足りないものなのかな。私もまだまだだよ。もっと頑張らなくっちゃ。でもその時は君にそばにいてほしいな。君が一緒ならきっともっと輝けるから。だからこれからも一番近くで応援よろしくね。こうなってんのか。ライクは返してあげないとね。あれ？ダメ。誰かの世話をせずにはいられない。ここでプー吉のクリスマス一発芸。無茶ぶりするな。室内だけ。ああ、ライク済みか。ランダムお出かけ。まあ当然ユニだな。それからノーマル。称号があるんだ。条件を達成すると報酬が
ん？あ、スタミナか。クランバトルって何だったっけ。ああそうか、とりあえず普通にストーリー進めていくべきかな。クエストですよね、普通に。クエストを攻略すると、まあ、基本の中の基本、経験値クエスト。どんどん時間経っちゃってるな、マナクエスト。で、ダンジョンもしっかりやらなきゃいけないよね。お、なんとこんなことができるのか。見えたい。ではメインクエストいきましょう。スタミナだよな、これ。そう、スタミナだからダメ。イベントってなんだ？そうなんだ、ペコリーヌって。死ぬな、もっと生きて。なんだ主人公って。彼は陛下の一番の理解者であるし、我々庶民との距離の近さが陛下の魅力だからな。ああそうは言いましても、やはり騎士団の一員として心配になります。その気持ちをよくわかる。何かあったら杞憂だな。フラグ、フラグ立てまくりやん。我々が束になったところで陛下の敵ではないだろうさ。今の我々の仕事は陛下と町の人たちが
何の憂いも問題もなく祭りを楽しめるよう努めることだ。それがランドソルに平和をもたらしてくれた陛下に報いることだと私は思う。全ストーリーが終わった後の話なのかこれ。隊長、少々よろしいでしょうか。どうした、何か問題でもあったのか。いえ、そこまでは。ただ町中で怪しい人物の目撃、それと小さな騒ぎがいくつか報告されています。あとは同行者がいなくなってしまったという相談も何件か入っています。同行者がいなくなった、一つ一つは大事ということではありませんが、何分数が多くて。どうかしましたか。陛下、お早いお戻りで。お買い物はもうよろしいのですか。はい、おいしいものたくさん買いました。皆さんの分も買ってきましたので、一緒に食べながら回りましょう。いや、しかしありがとうございます。陛下、ご相伴に預からせていただきます。さあ行きましょう。陛下、この件は陛下のお耳に入れずに我々だけで対処するぞ。おそらくは祭りに興奮した者同士のいざこざや人混みではぐれただけだろうが、陛下に余計な心配をかけさせたくないからな。それでいいのかな。しました。本当に何もなければいいのだがな。あざした。飛ぶように揺れてくな。祈り、ブランク今のうちにじゃんじゃん焼いておけ。こんな目に。やってらんねえですよ、クソが。カルミナのライブ見たかったです。この日のために貯めたお小遣いでヒャッハーしたかったです。気持ちはわかるが、文句なら俺じゃなくてこの屋台のしのぎをバックれたやつに言ってくれ。そいつがどこにもいないからこんな苦労してるんですよ。仕事中に突然いなくなるとか何を考えてるんですか。おかげで私が駆り出される羽目になったですよ。本当はかわいそう。不在だからって舐めすぎですよ。そいつは本人に聞くしかないな。ま、考えてても仕方ねえし、やることやっちも。わあ、いた、いましたよ、あの野郎。え、マジか。仕事サボってヘラヘラとうろつきやがって、逃がしゃしねえですよ。待てのあいつ、自分もバックれてんじゃねえか。でも普通サボったら見つからないように行動するもんだよな。厄介事じゃなきゃいいんだけどな。何の話だろう。始まったばかり、存分に楽しんでくださいね。以上、カルミナでした。次のライブで会おうね。まずは初日大成功おめでとう。はい、久しぶりのライブで緊張していましたけど、ステージに立ったらそんなの吹き飛んじゃいましたね。新しい歌やパフォーマンス、衣装や演出とか披露したくてうずうずしてましたからね。お客さんの反応も良かったし、最高の滑り出しです。お祭りの開催中、何回もステージがあるからね。気を抜かずに次も頑張ろう。そうですね、騎士さんがいないかとチラチラ客席見るの気をつけましょうね、のぞみさん。まあ、気をつけてたつもりなんだけどな。でもチケットを渡した時、今日はペコリーノさんもお付きで来れないって言ってましたね。うん、
私は騎士さんなんてどうでもいいですけど、まあライブの盛り上げに一役買うくらいはしてくれるんじゃないですか。それよりも早く着替えて打ち上げ行きましょう。まだ初日ですが、3人でささやかに成功をお祝いしましょう。あ、よかった。3人とも大丈夫ですか。大丈夫って、何かあったんですか。いえ、ステージ周辺におかしな奴がいたって聞きまして、お三方に何かあってはいけないとスタッフで見回りしてたんです。それは困りましたね。で、その不審者は見つかったんですか。いえ、それがまだ。ライブは明日以降も続きます。念のため私も行きます。仕方ないですね。それなら捕獲役も必要でしょう。行きましょう、チカさん。それなら私も。三人で出張るほどのことじゃありません。望みは先に上がってください。打ち上げ前の望みって最初に出てきた望みだよな。この世界で言うの。気をつけてね、二人とも。祭りか、いいよな、この楽しそうな雰囲気。確かに嫌いじゃないぞ。オクトーのことで気分が落ち込んだりしてたけど、ここは一つ私も祭りを楽しんでみるか。いや、ただ楽しむのも芸がないぞ。こう悪党らしく悪さをかましたいよな。そうだな、子供から金を巻き上げるくじの屋台をぶっ飛ばすとか、あとは、あ、悪い、ぼーっとしてた。いかつい男。マジかよ、ナロー系かな。ついにやったぞ。苦節20年なんだ君たち、近寄るんじゃない、それ以上来ると。バンニャーン、猫のいる暮らし最高。うおー、やるぞ。ぐっ、ようやく見つけたですよ。ノリ、お前がどうして仕事をサボったのか、そんなことはどうでもいいのです。サボったという事実が万死に値するのですよ。ボスに代わって私が裁きの鉄槌を下してやるです。幸せそうに笑ってやがるです。私に恐れをなして気でも触れやがったですか。あー、幸せだ。ずっとこの時間が続けばいいな。やめるです。こっち来んなです。助けてコヨピー。
どうだ？なんかあるな。祈りを探してる時に似た風になってる奴らを見かけたからな。薬でもやってる？何か怒ってるんだ。ランドソルでな。なんだなんだ、不穏だな。リベレイト・ジ・エデン。いつかまた会う未来で。が解放されたってさ。しかもボスチケットを使えば何度でも挑戦できるみたいだぜ。俺はこういうのを待ってたんだ。早くぶん殴りに行こうぜ。祭りっていいよな。賑やかで楽しくて私は好きだぞ。なんていうか、楽しんでるやつを見てるとこっちも楽しまなきゃってそわそわし。ミッションをクリアすると報酬がもらえますよ。頑張ってください。まあ、とりあえずボスに挑戦しよう。女神の祭典、もちろんカルミナも出演する。破滅を望むか。いいよ。どうした？この結果は予測していました。どんどん行きましょう。なんか狙われてるな。あっという間の大勝利でした。とりあえずまとめて強化しとこう。ガチャって引けるんだったっけ？
まだだな、まだ弾けない。ボス戦もやってみるか。なんか嫌だよな。サムスカーニアルは有効な、有能だな。いいよ。この結果は予測していました。どんどん行こう。どんどん進んでいく。お、ほとんど傷ついてない。なんだこう。ギルド管理協会です。アイテムか。お疲れ様です。ここでは、おおい、なんだろう。さっきからなんか頭がぼーっとする。街で起きてる異変と関係あるのか。だとしたらちょっとまずいかもしれないな。私まであんな風になるっていうのか。にしても何なんだこの感覚。どこかあったかくて切なくて懐かしい。私一瞬寝てたか。はあ、なんだ私いつの間に外に。しかもなんか周りがぼやけてる。これってやっぱ夢？夢の世界じゃないの。夢にしては意識がちゃんとあるんだよな。ま、なんでもいいか。無理に考えるのは私の柄じゃないし、とりあえず元の場所に戻る方法を探すとするか。とはいえ目につくものといえばあれくらいなんだよな。うん、やっぱりよくわからない不思議な結晶がいっぱい浮いてる。明らかに普通じゃないよなこの結晶。妙な力を感じる気はするけど、それよりも不思議なのはやっぱり懐かしい気がする。でもこんなものを見たことはないし、これ自体が懐かしいというよりも私の心に直接話しかけてきてるような。触ってみるか。大丈夫だよな。触った瞬間ドカーンと言ったりしないよな。オクトーがいたらもっと慎重に行こうよとか言ってたんだろうな。うん、いや面倒だから無視しないかもしれないな。ここにはあいつはいない。だったら私は
私を信じるしかないもんな。じゃあ行くぞ。なんだろう、そうなこと言い出したね。いやさ、あいつらはいつも力を合わせて戦ってここまで勝ち続けてきてるだろ。私たちと何が違うのかなって考えてさ、それはやっぱりリーダーの存在じゃないかなって思ったんだ。うん、まああちらさんは彼を中心に固まってるもんね。でもさ、こっちは基本2人だよ。リーダーとか別にいらなくない？いや、いる。はあ、相変わらずの熱血ちゃんだな。でもまあ確かに指揮系統を定めるのは悪くはないのかもね。ノエムを自由に動かしとくと危なっかしいし。というわけで決めるぞリーダー。いいか、リーダーの言うことは絶対だからな。どんな命令にも従うんだぞ。自分がリーダーなりたい。超能力なんてなくても横島な考えが手に取るようにわかる。ねえ、もしかしてノエム、リーダーになりたいのって僕をいいように動かしたいだけだったりする？そうだね。まさかそんなわけないだろ。めんどくさがりのオクトーが私の命令に従う姿が見たいとか、そんなこと全然思ってないからな。少し見直して損しちゃったな。それでどうやって決めるわけ？まさか武器持って戦うわけじゃないよね？もちろんそうだぞ。昔から決まってるじゃないか。強い方が偉い。その発言からリーダー性の欠片も感じない。というか力って明らかにそっちのが上じゃない？やばい剣も持ってるしさ。なんだ、戦う前から降参するのか？だったらリーダーは私で決まりだな。はいはい、僕の負けです。じゃあ次の勝負行こうか。え、次？自分に有利な勝負だけでリーダーが決まるわけないでしょ。次は僕が決めたルールで勝負ね。じゃあ数学で勝負ね。お互いに問題を出し合って解き続けていくんだ。じゃあ僕の方から問題を。またそんなの、オクトーが有利に決まってるじゃないか。ずるいぞ。あれ、戦う前から降参しちゃうの？じゃあ引き分けだね。どうする、次のラウンドに行く？お、こういう風になるのか。町の人たちどうしちゃったんだろう。みんな笑顔で幸せそうだけど、なんだかすごく怖いよ。紬とチカもどこか行っちゃったし、もうどうすればいいの？とりあえずボスバトル一回やってみよう。違うと思うぜ。どこか不気味で嫌な感じがする。ああ、私もそう思う。っていうかあいつ私たちを狙ってないか？そうみたい。まだ何もしてないのに。
アイドルのオーラは魔物をも引きつけちゃうのかな。やれやれ、この状況で軽口叩けるのは立派だな。とりあえず先陣は俺に任せな。どんな魔物なのか様子見してきてやる。のこのこ俺の前に出たことを後悔させてやるぜ。おらあれ、きっと早く喧嘩したくて仕方なかっただけだよね。さあどんどん削っていく。いい調子で削られた。あ、これ勝ったな。何これ、勝ちました。最後のなんか必殺技みたいな、何なの。またストーリーが。いやすごいなこの格好。ドラゴン族の覚醒とはまた。カヤが3になったって書いてる。明日がどうなるか分かんない生き方してるギャングだっていうのに、未来を切り開く力が手に入るなんて分からないもんだな。にしてもさ、ちょっと露出度高くないか。こういうのは俺の担当じゃないんだけどな。まあその分動きやすいからいいか。そんじゃまあ人暴れと行こうぜ。かあ、リベレーターが解放されました。切るぜ。うん、そういうのは全部終わってからにしてね。ハードも解放。ビビってられるかよ。俺もまだ喧嘩し足りないんだ。やってやろうぜ。よし、いいぞ。それじゃ第2ラウンドだ。何何何、急に1体目って書いてる。強いかもね。
あった。必殺技を連続だったな。戦えないまだ。まあでもハードはちょっと厳しいな、まだ今のところは。受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。お、称号も得た。ノーマルに戻ろう。とりあえずノーマルを基本に行きましょう。しました。大宝石だべ。働くの？出陣。ラスト。いいんじゃないでしょうか。倒しました。が、ちょっと不安が。ミス？OK。突っ込んでいきます。勝ちました。ここまでにしますか、本日は。いろいろストーリー見れるけど、ストーリー見てる場合でもないみたい。
条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。おジュエルがすごいもらえた。ヘボスチケットを手に入れた。ガチャ。行ってみましょう、プライズガチャ。まあ虹は出ずか、金まで。なんだこの金、三等。悪くはないが。ランクアップ。リクエストもできるのか。はい、ということで今回達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。キャラクターもたくさんありますからね。はい、ということで今回過去のストーリーイベントを楽しめちゃいますよ。遊んだことのないものがあれば一緒にやってみましょう。たくさんやってますが、ここまでとなります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローもぜひお願いします。ということで今回は諸君、手をつなぐです。この、イベント。リベレートジエデンを行いました。討伐書がたくさんもらえますね。
だけど、なんだかすごく怖いよ。紬とチカもどこか行っちゃったし、もうどうすればいいの？ということで、このイベントやっていきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。